吉田健次郎から1928年は、戦前日本のドイツ語を教師。金沢藩校新生、第一高等学校教授、ドイツ学協会学校付属ドイツ語、専修学校を講師。安政2年12月16日、武蔵区に江戸下谷岡地町に、加賀藩氏、吉田純一郎の子として生まれた。幼名は高太郎、後に、健之助、健次郎。明治3年、 前田はじめ、桜井房次郎と共に、金沢反抗申請に選ばれ、大学南校に入学し、安藤清人、星虎吉、関清三等と、ドイツ語を専攻した。明治4年9月28日外務省用語学書に、展示、飯森町づくり等と、ドイツ語学教授、東条一郎に学んだ。1873年用語学書は、 文部省外国語学書に改祖し、6月12日、ドイツ語学級長となった。1874年外国語学書が廃止、東京外国語学校が設立されると、ドイツ語学科等第1級に配属され、和田垣健造、木場帝長、川本重次郎、猪子留香の助党と共に、ビトコースキーに語学、ハンに、歴史、数学を学んだ。 1876年1月12日、雇い教員、9月5日、教諭保となったが、1877年3月、ドイツ部生徒は、東京大学医学部に移されたため、3月10日、解任され、11月2日、大倉省市兵局、彫刻部役官となり、ドイツでの明治通報制作に関与した。1879年11月22日、退職し、 11月26日、東京外国語学校雇い教員に復帰した。1880年2月17日、天野光屋との交換人事で、東京大学医学部雇い教員となり、4等予科、5等予科でドイツ語を教えた。1882年10月順序教授。1883年7月1日、東京大学予備門助教諭。 この頃私塾君盲学者でもドイツ語を教えた。1887年9月18日大倉省を離れ、20日第一高等中学校教員、11月第三部第一級生徒長教員となり、12月20日教諭、1890年頃教授に進んだ。1889年には、本郷区丸山新町11番地に住んでいる。明治20年代には、 ドイツ公文会で講義を行ったほか、1896年陸軍、中央洋年学校教授を嘱託され、1898年6月く六等随法賞を受賞した。1897年頃第一、高等学校ドイツ文学科主任につき、また、本郷区駒込片町十番地に居住している。1902年3月31日病気により退職したが、 4月1日食卓講師として残留し、星虎吉、山川幸男討陶霊の教師と共に、英法科でドイツ語を教え、1921年、引退した。1912年には、代々畑村代々木285番地に居住している。第一高校退職後、ドイツ学協会学校付属ドイツ語、専修学校講師を務めたが、家庭の不幸もあって困窮し、 1921年関連者によって養老資金の募集が行われている。1927年9月のドイツ語、先修学校の広告に講師として乗るのが最後の記録となる。ありがとうございます。